は今氷を砕いてます。サブちゃんですか。はい、サブちゃんです。今日はちょっといろいろ飲み会しました。はい。ただいまの時刻は9時半ぐらい9時半、いや10時前とかかな。10時です。あ、10時ですね。早くね、飲み会はもう終わったんだよ。はい、これ見て、わからんでしょ何が起きてるか。これは何だろうね。何が起きてるかわかんないよね。うんうん、これいずれわかるかもしれない。これはね、いつかね、話せる時があったら話そうかな。最近はサブちゃんもね、いっぱい見に来てくれてる人が多くてすごく嬉しいんですよ。はい。私は、だから積極的にこうやってカメラ回してもらうと、はい、やる気が出るわけですよ。はい。なぜ今僕しかいないか、説明させていただきましょう。お願いします。みんな下でスマブラしてるんです。おお。見に行きますか。見に行きましょうか。ちょっと初めて最近見てくれてる方も多いと思うんで、はい、説明させていただきましょう。うちはちょっと特殊なんですね。ここよくあの撮影で使ってるリビング。そうですね。はい。あとここ階段があるんですよ、うち。はい。行ってみますね。行ってみましょう。行ってみましょうか。こんな感じで降りていくと、こちら僕とタク君の部屋ですね。はい。わ、間接照明があっていい感じ。あ、やっぱ奥が来たね。誰だ奥の。奥はまあ誰だろうね。俺かタックどっちかでしょうね。いらっしゃいませ。こちらご覧ください。ここ藤と森山君の部屋ですね。はい、こうやって夜な夜なスマブラをしている感じでございます。はい、どうですか。どっちが強いですか。まあ俺だね。藤本さんが強いらしいです、今のところ。はい、いや、俺の方が強いよ。森山さんの方が強いらしいです、ね。森山の方が強いらしいですね。うちで今一番何がやってるかというと、スマブラなんです。藤本さんが負けました。ああ、負けたところか。あれでまだ。おい、終わってない。ちょっと今から静かにしながら見に行くところあるんで、はい、いいですか。こちらは。こちらは、マネージャーの広田さん。仕事中です、ね。うちのマネージャーの広田さん。今10時ですけど、まだ働いてる、まだお仕事されてると。うち、はい、ブラック企業なんで、基本的に、はい、なんかあのコメントとか DM でも結構多いんですよ。恵比寿ジャップに就職したいですっていう人、はいはい、10時まで仕事する覚悟はあるのかと。片やスマブラしてるなんか。そうなんですよ。どうしたらスマブラできる立場に行けるんですか。あれですか、はい、あれはあのもうプレイヤー側に回ることですね。カメラの前に出てこうやっておしゃべりする人たちになれば、で片ややっぱこう裏を支えるメンバーっていうのはああいう風に打ち合わせですよ。この時間までギリギリまで打ち合わせですよ。おい、あ、やっぱそうなんだ。結局やっぱ森山さんが強いですか。あ、はい、そうなんです ね、 ですね。当たり前じゃないですか。僕あのうちで1位なんで。あすいません。藤本さん、どんなお気持ちなんですか。別にお前探しでいいかね。小林さん、小林さんこちら、はい、こちら人のゲーム中の顔って面白いですよ。はい、どうぞ。ちょっと森山さん笑顔ですね、はい、ちょっと余裕があるです。藤本さん、藤本さん顔が固まってますよ。大丈夫ですか。大丈夫ですか。こんな顔なんだ。おーい。でも富士だめ。早め来ました。早めだ。カバンなんだ。一旦。あ、え、時計見る確認が あって。余裕だって。余裕ありますね。いや、あります。おっと。ちょっとここでズーム失礼します。これは誕生日。ああ。勝率どんな感じなんですか。今73ぐらいかな。64ぐらい。その1割大事だね。一番食べたいですね。73はさすがにないから言い過ぎ、うん、こう、あ、あ、なんかそれいつ使ったんですか。これっすか。はい、これさっきっすね。これさっきっすね。ちょっとまあまあ分かる人には分かる人で、はい、こう撮影とかもこの部屋で行ってるんです、はい、実は、はい、実はね。あ、これ今日あの同じパースのように行ってるしっちょの子からもらいました。ラッシュの入浴剤です。コアシ君はお風呂が好きなんで、はい、いいんじゃないですか。なんか全員分の色をね、なんかここだって、俺ちょっと飽きちゃってる。なんかプレゼントってさ、入浴剤って嬉しくない。嬉しい。プレゼントってさ、自分では買わないけど、うん、なんかあったらいいものっていうのが、自分じゃ買わないけどあったらいいよねっていうのがプレゼントのコツです、はい、これ覚えておいてください、はい、うんうん、この部屋は特にない。特にない。一回リビングでも行ってみます、はい、ちなみにスマブラが始まってしまうと、はい、こうやってちょっと
サブチャンってなっても、はい、動画に映ってなんとかしようっていうメンタルがなくなってしまうんですよね。なくなりますね、うちの演者は。はい、うん、これはね、いいと思う。仕方ない、ね、いいと思う。それほどスマブラっていうゲームが面白いっていうことですよね、ヒロトさん。そうです、はい、おっしゃる通り。この家でスマブラ熱が一番あるのはヒロトさんですね。まあ、ヒロトさん、これ隠れですけど森山さんも結構ありますね。結構あるね、一人です。最近ね、俺と森山もちょっとやりすぎてるわ。やりすぎてる、やりすぎてる、ね、まあ、特にこの2日かな、うん、結構やっちゃって。あ、そうなんですね。ちなみにヒロトさん、昨日は森山がなぜうまいのかということについて分析されたと。あ、しました。ここでは言いたくないですか。いや、別に言ってもいいよ、はい、でも誰も興味ないでしょ。まあまあ、俺じゃあちょっとこっちに勝つぐらいなんだ。あ、これでも消しちゃっていいっす。はい、まあ、なんでそういうことをやったかっていうと、なんか僕昨日も夜時点ですごいスマブラのモチベが高かったんですよ。っていうのも、まあ、これがやってる人ならわかると思うんだけど、はい、VIP っていうラインがあるのね。はいはい、わかりますよ。そうそう、そのなんか、まあ、脱初級者の、まあ、ライン強さ、うん、ついになんかもうちょっとでそこに届きそうっていう段階に昨日なったんですよ。はいはいはい、明日こそ VIP 行ってやるぞって言って、でも足りないところを埋めなきゃいけないと、自分と VIP のギャップね、はい、貸し券だわ。こんなガチでやるんですよ。ちなみにうちだと森山が VIP に入ってます、うん、そうで、だからギャップを埋めるために、はい、その森山と俺が何が違うんだろう、森山って何がうまいんだろうっていうのを、はい、昨日言語化したで、今日確かに、まあ、その成果を受けて今日森山とも何戦かやったんだけど、マジ勝てない。ああ、なるほど、分かった上で勝てない。分かった上で普通に、まあ、そこもちょっと説明に含まれてるんでお願いします。大きく4つあるんですよ、はい、でこれ多分、はい、まあ、上手い人からしたらそりゃそうって話だけど、はい、まあ、その裏興味ある人は、まあ、ちょっと参考になるかもしれないですね、はい、端的にお願いします。1、キャラコン。これ森山のすごいところに。キャラコン、キャラコンとは何ですか。キャラコンっていうのは、はい、多分キャラコントロールの略だと思うんだけど、はい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 、要するにあのスマブラって A ボタン押したらパンチが出て、はい、なんかダッシュしてとか、はい、スナップ倒したら、そのキャラをこうしたらこう動くっていうことのうまさ、はい、スマブラってこう座標のゲームなんで、ジャンプとかこういうのがすごい大変なんですよ。だからキャラコンってすごい重要で、はいはい、こうジャンプしてる相手がいたら1秒後にはこう降下してきてこことかにいるわけじゃないですか、はいはいはい、それを予想して自分もこう動いてこう攻撃を当てるみたいな、なるほどなるほど、ことがすごい大事なんですよ。森山これがめちゃくちゃうまい、なるほど、予測がうまいと。そう、はい、ちゃんと予測してそこにいるところにちゃんと自分の攻撃が出てるっていう、まずこれが素晴らしいですね、はいはい、丸に。これは、まあ、大事。クリエイティビティ。クリエイティビティ。あ、今一応スマブラの話してますね。はい、スマブラです。これは何かというと発想力ですね。はいはい。すごい、ちょっと細かい話ね、一例として出すんだけど、はい、僕今ソラってキャラを使ってて、はいはい、ソラっていうのはなんか3連コンボっていうのが定番としてあるんですね。はい。はい、技1、技2、技3ってこう当ててくっていう。はい、で、その技1、2、3の間に隙がそれぞれあるんですよ、小さいけど。隙を捉えて攻撃することは可能なんですけど、大体の人はずっとこうガードしちゃったり逃げちゃったりするんですよ。でも森山は多分自分で調べたわけじゃなくて、ここに技打てんじゃねえかなってことを自分でクリエイトしたんですよね。なるほど。森山が使ってるディディーコングってキャラの上スマっていうね、技が発生5フレームなんでここ打てるんですよ。なるほど。どんぐらいの人は分かんない。理論的には発生5フレームだから打てるよねっていう、はい、森山多分自分で気づいてる戦いの中で、はい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 、でもこれってやってみようと思わないとできないことなんですよね、はい、そこをやってみようっていうのを戦いの中でやってくるっていうところが素晴らしい。なるほど、はい、なるほど、なるほど。はい、3つ目、ここはまあ心理戦。ああ、はいはいはい、心理戦と癖読みね。まあ分かると思うんだけど、うん、駆け引きがあるわけですよね、はい、相手ってこう考えてるんじゃないか、こういうことを従ってるんじゃないか、はい、こういうことを嫌いなんじゃないだろうか、はい、そこの読み合いの力もすごい高いですね、はいはいはい、で癖読みっていうのは僕独特の癖とか富士独特の癖っていうのが、まあ、ずっとやってるとあるんですよね、はいはい、そこは咎めてくる、必ず。なるほどなるほど、透け込んでくる。で4、最後ですね、は方針。方針、方針なるほど。これスマブラの話ですよね。これスマブラの話です。スマブラっていうのは、はいはい、これがまあその最終目的なんで、じゃあそこに至るルートってもちろんいっぱいあるんですよ。もう頑張りに頑張って勝った、もうそれも一個なんですけど、森山には方針があります。ここでは方針っていう概念の一部しかちょっと話さないんだけど、はい、森山の動きを見てほしいんだけど、相手がスマブラってダメージが溜まっていくと吹っ飛んでいくんですよね。はいはい、そうですね。だから
ダメージが低いとき、吹っ飛びが少ないときとダメージが高くて吹っ飛びやすいときの行動って本来違うはずなんですよ、はいはいはい、例えば相手がすごいスキルの大きい技を使って外しましたと、はいはい、自分はもう何の攻撃でも当てられると、はい、大体やっぱスマッシュとか強い攻撃で当てちゃうんですけど、うん、大きい技をね、低パーセントのときってコンボがいっぱい繋がるんですよね、吹っ飛びが少ないから、はいはいはい、だ結果コンボした方がダメージが稼げるよねっていうのを森山妥協なくやってくれるんですよ。なるほどなるほど。序盤から終盤にかけてのゲームプランみたいなのがすごいはっきりと構築されてる。なるほどなるほど。以上です。でここまで話して、はい、結論まとめなんですけど、森山こんなこと考えてないです。センスでやってます、はい、客観的に見て森山はこうと。だからかっこいいよ森山のスマブラは。わかりますか。わかりません。うちのレベルこんな感じですよ、はい、このレベルです。でもどんぐらいなんだろうね、うちのスマブラレベルって。もっとさ、YouTuber って本当にうまい。はじめ社長とかめっちゃうまいじゃん。前さ、ヤマトがさ、撮影で家来てさ、ヤマトとやったじゃん、うん、なんかあいつ自信満々にやってたじゃん。あ、確かに確かに。あのヤマトコムドットの中で下から2番目らしい。確か、まあ、そんなぐらいの強さだったね。なんかあった時俺らからしたらね、うん、そんな強くないけど、うん、パッてきた来客には結構勝つよ。そうね、来客には勝てるけど、やってるやつらにはまあ、うん、普通に勝てないと思う。誰だろう、俺らが実際にやった YouTuber でマジで強いやつはカッツー。カッツーだね。カッツーが一番強かった、うん、歯がたたんって感じ。カッツーは森山より強いね。強い。ちょっと最近本当は仕事もめちゃくちゃ忙しいはずだから。いやそうだよ、ね、そこはもちろん妥協しないで仕事もやってるんだけど、スマブラの時間もちょっと取っちゃってるせいで非常に疲れていると。なるほどなるほど。だからまあ僕スマブラね持ってない分、うん、確かにうちにいる時間はねだけはまあちょっとやって、うん、で家とか帰り道の電車とかはこういうところとかでしっかりマジで流行ってるよな。以上でございました、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。使われるんでしょうか。いや全部使います。どれぐらいこう熱意があるかが分かったじゃないですか、はい、まあなんかみんな俺らがさこう動画撮ってない時とか編集してない時何してるか言ったらもう基本スマブラだよ。スマブラだ。うちはなんだろう、俺で言うとやっぱこう飲み行っちゃったりとかなるんだけど、うん、スマブラだね。なんか趣味なんですかって言ってもみんなスマブラじゃない。このルームシェアだってさ、うん、流行りがさ変わってくじゃん。変わる変わる。昔スマブラでドボンになって、ね、ポーカードボンっていうカードゲームをやってる時がめっちゃあって、でポーカーになった時期もあって、あポーカーもあった、ね、スマブラでなんか回ってくじゃん、うん、今回のスマブラ長いよね。長い。俺らもね最近すごく頑張ってる頑張ってるって言われて嬉しいけど、ちゃんとこう遊びもやってるっていうのが、はい、遊んでるんで、まあ、今回見れたんじゃないですか、はい、いや結構見えてきますよ、はい、ゲーム一つとってもうちの人間性は。森山とかもしっかりやってるもんな。なんか最近俺も部屋見るようになったけど、大体スマブラしてる。あいつ真剣に向き合ってる。話したらさ、ある飲み会の予定みたいな話をしてたんだけど、うん、飲み会よりもスマブラもいっぱいしたいし、俺は編集もいっぱいしたいと。スマブラと編集っていう人生が大変だと、うん、俺はそれと2つだけでもこんなに忙しいのに飲み会が入ってしまっているみたいな話をしてて、うわすごいな。結果行ってないもんね今日。なんか行ってないね。なんか入ってたよね飲み会。入ってた入ってた。なんとか女子っていう、うん、ちょっと言えないですけど、でもスマブラ撮ってますからね、はい、タクとかわかるかもしれないけど、そこまでこう 熱量を持って何かできるっていうのはすごいよね。俺はすごいと思うから、あのいいとは思うよ、うん、いいと思う。まあギリギリ支障出てないから、うん、仕事に。まあ俺らで言うと筋トレなのかな、ちゃんと続けれてることっていうと。そうだね、僕らはお疲れ様です。ゲームが好きです。ゲームが好きです。ゲームが好きなんですよ多分。俺はでもいいことだと思う。30手前にしてこうやってみんなでゲームしてる環境はすごいいいと思うから、はい、この子供心は失わないようにやっていこうかなと思っております。はい、あ僕はちょっと筋トレの方があれなんですけどね、重点は高いですよ。はい、頑張ってくださいということで、何の動画なのかはちょっと分かんないですけど、はい、まあ、うちのルームツアー込み、うちのみんながハマってる趣味の動画でした。はい、はい、ありがとうございました。本日もありがとうございました。はい、まあ、また次回のサブチョンでお会いしましょう。はい、あちょ。